今日はですね、2017年6月の9日、試合前日ですね。捨て頃の試合前日です。時間はですね、17時19分。夕方の5時19分です。よろしくお願いします。多分ね、この枠が、試合前の最後の枠になると思います。よろしくです。よろしく。どうも、皆さんおはようございます。よろしくお願いします。頑張ります。はい、ワードツー。ミールおはよう。どうですか、皆さん。皆さんの気分はどうですか。いろんな枠行くとワドが一番楽しみっていう声を聞いた。ヒカルくんじゃないの？ヒカル VS セブンじゃないの？なんだかんだ。おっさん受けはいいかもしんない。選択終わった。選択終わった。はい、みんないらっしゃい。楽しんでこう。KP。KP。バーガーたくさんありがとう。誰の枠なんだろう。誰の枠が俺のことを応援してくれてんだろうね。ありがとうございます。応援してくれてる人ありがとう。いよいよね、もうこの3ヶ月の集大成みたいなのは今日っていうか明日か、明日全部ぶつけますんで、悔いのない、もう人生で恥ずかしくないような、試合をしたいと思いますが、まあね、恥をこう書いて生きてきたので、どうなるかは分かりませんが、もう恥書いても何でも、とことんやってやろうと思ってます。とことん。それしかできないからね、配信者は。笑われてもいいから、もう、勝つことだけを考えて自分を信じてやっていこうと思います。サバちゃんいらっしゃい。ありがとう、KB。ドキドキするね。ドキドキ。ドキドキですよ、僕は。あ、ステッカー完成しました。午前中にも発表したんですけれども、当日販売するステッカー2種類ですね。こちらになります。まずこちらが、和道ステッカー第1弾。黒の和道スタッフパス、このデザインになってます。ワッペンシールタイプで、和道の顔と和道の異常のゼミナールのロゴとマークと、あとスタッフオール、アクセスオールエリアズ、デイトネームって言って名前と日付を書く欄がありますので、ぜひこのアイテム、当日で1000円で販売しますので手に入れてください。いいですね。今回便所太郎さんの企画でさらに第2弾ということでステッカーが完成しました。ありがとうございます。こちらがですね、和道のこうユニフォームですね。ご支援いただいて、ユニフォームを購入させていただきました。こちらのユニフォームをバッチリ着て外で撮影してきました。でセリフと、解説とナンバリングが振ってあります。ナンバー1捨て頃というタイトルで今回はステッカーを作らせていただきました。今後ね、このデザインでナンバリング2、ナンバリング3って僕がやる企画のトレーディングカード風ワッペンステッカーを、今後、1000円支援していただいた方にどれか1枚プレゼントという形で、こちらの方やっていきますので皆さんよろしくお願いします。みんなどうなんだろうね。みんなが枠開かないから悶々としてるんだよ。なんか捨て頃に対しての最後の枠今日楽しみにしてるんだけど、誰も開かないね、枠をね。あと今日リスファン取れる日なんだけど、ちょっとね、もう放送やるモチベーションじゃなくて今日はいいやっていう感じだったんだけど、まあ今のところリスファン1位なんでね、せっかくなんでこの4時間で取ろうと思ってますので皆さんよろしくお願いします。いや緊張するよ。
はい、ワトツー、たくみさんいらっしゃい。はい、タチューいらっしゃい。ありがとう。決戦来たね、ついにね。ついに来たね。もうでも思い残すことはないです。やることやってきました。もうあとはぶつけるだけです。お悔いも何もありません。笑われても何でも叩かれても構いません、僕は。僕はやることをやります。金梅さんだけ？あ、枠やってんの、金梅さん。ふわっちか、キャスか。うん。うん、うん、うん。通常放送かな？見てみようかな。金梅さんやってるね。もうホテル泊まってんのかな？どんな感じなんだろう。金梅さんもプレッシャー相当あると思うよ。リスワン支援ありがとう。アイテム参考ありがとう。まあまあ、お祭りが始まりますよ。お祭りが。あ、なんだよ。捨て子の選手、他にもやってる人いるじゃん。ユイガさんがやってるじゃん、ユイガさんは。捨て子の選手でしょ。ユイガさんやってるでしょ。まあ、違うか。ユイガさん、捨て子の選手じゃないか。間違えたよ。埼玉まで行ってきます？今から？今から埼玉行くの？行ってら。時間に仕事？埼玉。珍しいね。まあ雑談やりましょう、まったりと。まったりと雑談やりましょう。ちょっとナーバスになってるからコメントでいろいろ頼むよ。試合のイメージはできてるかな。ただまあ今はそのテクニック的なことはあんまり話したくないかな。温泉はね、いいやと思って、整体も行くのいいやと思って。家でゆっくり休む、一人で。一人でじーっと耐えるよ。可愛い女の子に抱きしめてほしいけど。あいにく、誰もいないんで僕は。誰か抱きしめに来てください。まあでも、なんだろう、試合の組み立てみたいなものって、まあ、頭の中で今日考えるとするじゃないですか。じゃあ仮に明日それができるのかって言ったら、俺は絶対できないタイプの配信者だから、そこはあんまりもうグダグダしててもしょうがないかなっていう感覚はある、自分の中で。そんなことしてもしょうがないから。だからまあ、頭の中でイメージはあるけど、そのイメージはそのまんま取っておいて、語らずにね。で、試合で、まあ、バカンとそれが発揮できたらいいなとは思ってるけど。っていうよりもね、青山とやってないから、やっぱり。一回も対戦をしてないから、わからないんだよね。どれくらいのパンチ力があるのか。だから、タチュヒコとか、ドレさんとか、ヒカルくんは分かってるのよ。俺と青山両方ともやってるから。多分、タチュとか、ヒカルくんは、どっちが勝つかも答え出てるんだよ。多分。そりゃそうじゃん。どっちのパンチが重いかとか、どういうのか分かるんだから。大体ね、手合わせた瞬間に分かんの。こいつの方が強いか、自分の方が弱いかって。本当に分かるの。リングで、一発目で。何があるのか分かるよ。選手は。分かるよ。手合わせた瞬間に分かるよ。自分の実力と相手の実力の強さの違いっていうのは。あと、流れみたいなものがあって、急に自分の方が優勢になる時もあるし。でも俺はさ、ほら、スパーリングの経験も、ね、ほとんどちゃんとしたジムの経験とかもないから、それがね、やっぱね、ざっくりなんだよね。だからまあ手合わせた時に
あれパンチ軽いぞって思うかもしれないし、蹴りも思ってたより軽いぞって思うかもしれないし、いや思ってたより全然強えわって思うかもしれないし、それは蓋開けてみないと分かんないよね。あの選手によって距離感とかも全然違うし、だからまあそれはリングで蓋開けてのお楽しみかな。なんかね、あのみんなが結構いろんなこと書くじゃん、いろんなスパーリングで。あれ全然的外れだから流されない方がいいよ。当たってる人も中にはいるけど、ほとんど1割くらい当たってる人、コメント欄見ると。ネットはこれネットの特徴なんだけど、未来を読むのすごく苦手なの、インターネットのユーザーって。だから本当に見る目を持ってる人は1割くらいだけ。チャンピンとスパーはしないしない、それはご法度だから。試合の対戦相手を戦うっていうのはご法度なの。やらせてもらえないし、やらないよ。もちろん相手もその怖さはあるんだよ。和道とやるっていう怖さは絶対持ってるから、初めてで、まあ、俺の予想なんだけど、俺よりもパンチ力はないよ。ただキック力はあると思ってる。だそれが本当にインパクトがある蹴りのパチンっていい音なのか、足の甲で間違った蹴り方をして音がでかいのか、俺はわからないから、もらってみないと。にゃいらっしゃい、わだつえ。だもうそこは蓋開けての勝負だと思ってる。完全に蓋開けての勝負。やってみて、開けてみてっていう。どうなるかわかんないけどね。でもね、俺は、なんだろう、どうなるか分かんないよ。格闘技だから。でもね、もう最後はノーガードでぶん殴り合いたい。本音を言うと。最後のラウンドまでもつれちゃったら、もう、ボクシングも何もかも捨てて、1対1の男と男で、テレチャンピオンのノーガードで思いっきりぶん殴り合いたいかな。勝つとか負けるとかもう全部吹っ飛ばして、お互いもう気持ちと気持ちをぶつけ合ってっていうのは、それはもう理想かな。どうなるか分からんけど、明日だよ。もうアルさんいらっしゃい。明日の荷物はまだまとめてないかな。まだまとめてない。あ、それこそ明日次第だと思ってるけど。どうなるかな。頑張ります。ありがとう、ティファさん。ありがとう。相手知らんから和道くんをですね、適当だな、脱獄衆。
なんかすげえ微妙だけど、すげえ微妙にありがとう。3ヶ月あっという間だったね、本当に。結構長いと思ってたけど、やっぱ3ヶ月区切りだよね。一瞬だよね。相手知らんから和道を応援するってさ、それ愛情じゃないでしょ。俺のファンじゃないもん。適当すぎるでしょ。俺に対する思い入れゼロでしょ。相手が俺より有名だったら俺のこと応援しないってことでしょ。適当すぎるだろ。それ応援って言わないわ。トトカルチョじゃねえんだぞ。トトカルチョでも競馬の馬でもねえんだからよ。勘弁してくれよ。でもこれ掛け事やったらめちゃめちゃ盛り上がるだろうね。俺思うんだけど、格闘技が一番やっぱ掛け事に向いてると思うんだよね。ボクシングとかでサッカーくじみたいなのやったらいいのにね。おい、カズいらっしゃい。おはよう。そう思わない。大勢の前で緊張やばそうや。いやもうね、そこじゃないよ。そこは多分ない。多分見えないと思うよ。もう見えない、聞こえない状態だと思う。フルフル超子さんじゃん。コーラは結構稼いでるらしいよ、噂に聞いたら。会ってないから分かんないけど、結構いろんなところから噂聞いて稼いでるらしいよ。32度最悪、冷房ないんだよ。最悪。マジかよ。最悪だわ。最悪。今日どうなんだろう、運動した方がいいのかな。テリー伊藤のモノマネが懐かしい。古いね、古いネタだね。懐かしいね。久々聞いたよ。あー、来てくれてありがとう、マーさん。ありがとう。よろしく。いや、倒れるよ、普通に。しかも俺、長袖のボディースーツ買っちゃったから、間違えてるんだよね、完全に。チャンピンの生き方好きですが、熱い戦いに。いや、全然いいよ。チャンピンのファンはチャンピンのファンでいいんだよ。そういうのにあんまりこだわりない。別に、チャンピン好きな人いっぱいいるし、俺も別にチャンピン好きだし、正直言って。軽く復習した方がいいかも。軽くやろうかな、じゃあ今日。めっちゃ暑いんだ。やだな。やだな。軽くランニング？シャドウをやるかな？ランニングと。ランニングとシャドウをやるかもしれない。半袖ないからね、あのデザインで。まあデザイン気に入ってるから、あれ戦う。走るか、放送終わったら一人で。あ、でもちょっと嬉しいな、なんか他の枠で和道くんの放送一番期待してるって聞いたって。なんか嬉しいね。ブックメーカーオッズ、テレチャンピン 1.5 倍和道に。え、何それ、ブックメーカーオッズって。そういうサイトがあんの。え、でもゆいがさんの、ゆいがさんのアンケートだと、確かね、テレチャンピンが勝つか、和道が勝つかっていう予想で、俺が勝つと思ってる人は 43% じゃなかったかな。なんか出てたよ。ゆいがさんが予想やってたよ。でもね、400何票投票入ってたのかな。480票ぐらい入ってたんだよ。で、みんなはやっぱ俺が負けるって思ってる人の方が多いみたい。あ、そうなんだと思って。
まあそうだよな。むしろ 43% 勝つって言ってくれてる人がいるんだからすごいよな。勝敗予想結果。和道どこだ？和道。あれ？和道どこだ？ん？和道が消えてる。和道。あったあった。44% が、ゆいがさんのデータだと468票入りました。で、44% が、俺が勝つ。で、テルチャンピンが 56% だね。うん。捨て頃の勝敗予想。勝つのはテルチャンピン 56%、ワド 44%。こういう結果になりました。水分補給はめちゃめちゃする。だって1回の練習で2リッター空になったりするもん。1リッターは確実になくなる。あ、そっからなんだ。じゃあ、アルさんはもうこの企画思い入れあるだろうね。水分補給してください。私はいけないので、便所さんの配信から見れたら、ぜひぜひ、マサよろしくお願いします。絶叫させてあげるよ、部屋の中で。いけーって。ワド、いけーどうなんだろうな。俺もアンケート取ってみたいけどな。でも俺がアンケート取ると多分偏るだろうな。俺のリスナー有利になるもんだよ、うん、俺もワドが3分しか戦ってないのに疲れて倒れてるところを見てるから。3分しかってよく言えるよな。絶対亀尾3分戦えないからね。俺断言できるよ。よく3分しかとか言えるな。3分戦えるだけで結構すごいからな。1列目から。あ、ありがとう、中一。1列目なんだ。いい席取ったんだね。こんにちは、もとさん。あ、もう大丈夫。睡眠は大丈夫。今後、今日走るのは控えた方がいい。日頃走ってるならいいですか？日頃、一週間走ってないですね。今日は銭湯行ってストレッチして。いや、銭湯が今日休み。で、俺が、なんか、リスワンともやもやしてて、今日もう、やる気なかったんだけど、捨て頃の選手の放送を見たかったのよ、ふわっちで。で、誰も枠開かない。で、悶々としながら洗濯物を張っていてて、あ、じゃあいいやって、一枠だけやろうと思って。4時間枠。4時間枠やって、まあ、リスワンは、今日はいいやって、もう、試合のことを考えようと思って。で、まあ、夕方から、まあ、人集まるだろうなと思ってるから、ちょっと今日は、いっぱいみんなと話そうと思って。素人さんもかなりきついよ、うん、Go for it。 どういう意味？ GK バチバチの試合、誰が一番盛り上がるかって言ったら、正直言うと俺の試合かヒカルくんの試合だと思ってんの。盛り上がり度で言ったら、注目度じゃなくて盛り上がり度は絶対ヒカルくんか俺かなんだよ。これなんでかっていうと、テルと俺は素人同士だから、結局技術抜きでバッチバチのぶん殴り合いになる可能性があるの。で、ヒカルくんとセブンさんは体力がすごいでしょ。で、技術も面白い試合になるからバッチバチになるんだよ。この二つだけはもうとにかくバッチバチ。で、なんでみやびさんとドレさんが入ってないかっていうと、ドレさんの強さ知ってるから。極端な話、ドレさんは1分で終わらす技術を持ってるから、技術差が出すぎなんだよ。ボクシングパンツあるよ。これ。ツインズかな。ツインズ。これです。アメリカ人の予想枠でも言ってた。いや、まあ、負けないだろうね。うん。だから盛り上がり度で言ったらこの二人しかないんだよ。そう。本当に、ぶん殴り合い。Go for ブロック。当たって砕けろ。そうだね。もう、やっちゃえか。いいね。Go for it。ワドちゃん、ベジョさんのところでも応援してるからね。ニックありがとう。頼むよ。
頼むよ。和道コール。あれ、和道ってこんな格好いたんだって。和道こんなにファンがいたんだっていうのを見せつけてよ。うん、この調子でロムられたらたまったもんじゃないかんね。お前ら俺が試合中だからコメント読めないと思って悪口書くなよ。あれ和道のリスナーアンチじゃん。隠れアンチじゃん。ヒカルくんは荒野並みにぶん殴りそうだな。ヒカルくんがどうなるかだよ。俺ね、多分ね、俺の予想なんだけど、ヒカルくんフォーム崩れると思う。絶対に。強いんだよ。だけど、一発パチンって入ったらね、もう喧嘩が始まると思ってるよ。もうなんか、もうぐちゃぐちゃになると思う。で、セブンさんはならない。セブンさんはならない。メンタル一番強いの俺だよ。はっきり言っとくけど。メンタルが一番強いのは捨て頃の中で俺。間違いなく。メンタル以外で武器がないもん。セブンさんは冷静に人思いっきりぶん殴るタイプだよ。タイプ的に。冷静に冷静に静かな顔してすごいパンチ打つタイプ。まあ面白くなるよ。ヒカルくんセブンは。絶対面白くなる。チャンピンファンだけど和道さんも負けてほしくないな。俺だってチャンピンとやりたくなかったよ。僕チャンピンにこの前言われたもん。なんかあんま考えないで和道つっちゃったけどなんか悪かったわって言われたよ。鮫島さんの企画の時だかなんだか。なんか軽いノリで和道つっちゃったけどなんか申し訳ねえわみたいな。おーみたいな。いやまあしょうがないでしょ。やりづらいやりづらい。まあでも蓋開けたらいいマッチメイクだったとは思ってるけどね。蓋開けたら。今更ながら、俺言ったじゃんだから、絶対売り切れるし、生放送が好きなやつがこれ買わなかったら嘘だよって。これね、多分ね、今後看板イベントになってくと思うの。便所さんの年一の。で、こういう企画ものって多分ね、続ける継続力あるの富士蕎麦なんだよ。もう香川万博ないんだよ。ってことは、結構な祭りになる第1回目なのよ。これをね、買わないっていうのは俺はね、リスナー、で、生放送ずっと追っかけてるわけでしょ、何年も。これは会場行くべきだと思うよ、さすがに。俺だって、選手じゃなくても絶対勝つもん。あ、絶対買ってたもん、このチケット。パルパルだったら何も考えないんで、もうボコボコにしてやったのにね。もう関係ないよ、もう。喧嘩だよ、ただの。俺って多分パルパルだったら、ドルさんに修行申し込まなかったと思う。本当に倒すことだけ考えて喧嘩で行くと思う。前に石川、さんが和道は遅刻するから前乗りしとけって言ってた。言ってた？はい、ゆうすけいらっしゃい。そうだね、全力で倒そう。ドラクさんいらっしゃい。金梅さんが勝てるかどうかは俺が語ることじゃないと思ってる。本音は試合が終わったら全部話すよ。ただ、勝敗に関しては俺が言うことじゃない。はっきり言うけど、全部の試合の勝敗俺わかるもん。多分予想通りになるから。それはさ、みんな俺の分析力とさ、解説力を普段から聞いてるわけじゃん。で、結構見る目あるのを知ってるわけじゃん。俺、ビタビタに当てられるよ。自分の試合も含めて今回は。でも、勇気はない。少なからず何か揉め事が起きない限りメディアも取り上げそうですよね。雑誌にも載ってるし。雑誌は載った。これね。ナックルズ。ナックルズに載りました。これがその載ってるやつなんだけど、で、ナックルズは多分なんだけど、見開き2ページ、見開き1ページっていうのかな、見開きで乗るかもしんないって。スパとナックルズは確定だから、だからそのインタビューもあるし、だからまあ盛り上げたいよね。スパ、ナックルズ、両方とも。いや別に気まずいっていうか、俺は弁護士さんに言ってるから。楽屋別にするのが条件だって。100% ぶん殴るから。試合前にそんなことやりたくないから。確実に、すれ違わないように してくれっていうのは弁護士さんに何回も伝えてある。で、これで、もし楽屋に入った瞬間、パルパルがいたら、振りだよ、これ。
喧嘩しろって振りだと思ったよ。俺は何回も便所さんに言ったから、絶対にパルパルとは楽屋は別にしてくださいって何回も言ってる。俺はもう言うもん、腰抜け野郎がって、逃げやがってって、もう二度と歯向かうなよって絶対言うもん。そしたらもう喧嘩始まるでしょ。そんなめんどくさいことやりたくない。俺はいい、そういうのはいらない。ドレさんとの最後のスパーリング、配信で初めて泣きそうになりました。ドレさんの最後の恋やばかった。あれ俺泣いてたんだよ、あんま映ってないかったからあれだったけど、号泣してんだよ俺、あのこうやってやりながらボロボロ泣いてたんだよ、うん、いや仲悪いよ、俺はあいつは最低な人間だと思ってるから。そう、まあ泣いた理由は話したけどね、この前、うん、もうだけど俺はあそこでトレーニング期間、師匠としてのドレさんは終わったと思ってるから、俺はもうドレさんに関して言いたいこと言ってくよ。一配信者としてライバルとして見てるから、師匠の期間は終わり、先輩配信者として物申していきますよ。真剣にやるって羨ましいな、明日頑張ってください。五分を、いいね、五分をって。師匠を超えるワドさん、いや超えてないでしょ、ボコボコにされてるぞパンチ一発も当たんないで、あの左足壊されただけよ、全然超えてないからはい、ワド2夏、うん、超えてないでしょ。ちゃんまんが今日の放送でコメント朝挨拶したの、おはようございます、ワドツー、ワドツーじゃない、ワコツーって言ったら、おいワド、おい、おワド、おはよう、おお前明日頑張れよ、おいちゃん応援してっからよ、あワド、もしよ勝ったらよ、ご祝儀やるからよ、おいちゃんがよ、あ頑張れよって言ってた、って言ってた、うん、あざすって言ったけど、そしたらあの珍味団の人たちも頑張れって言ってくれた、嬉しかった、うん、試合後はアルコールは脳に影響があるので飲まないね、うん、オッケーオッケー、それは約束するよ、うん、あの勝っても負けてもあのジュース飲んで帰、あの朝まで多分過ごすと思う。来ないでしょ、おいちゃんは。見てっからよって言ってくれたよ。見てっからよ。頑張れよ。つって。来ないって。うん。のんちゃんは来ないって。でもこのチケットはいいよ。あの空席でいいよと思って。俺はのんちゃんが来るの待ってるから。おい、森早さんはどつ。翌日とかの筋肉痛、いやもうね、もう結果は見えてる、もう筋肉痛どころの騒ぎじゃないのよ、筋肉痛当たり前でもう全身痛いの。例えばね、これ1週間前だけど、ここにあざあんのちょっと見える、ここ真っ黒になってたりとか、これもう小さくなってるからちょっと見えづらいんだけど、なんか知らないけどあざだらけになるの。でも体の節々、もう気づいてないところがなんかここ痛えなとか、大体次の日がもう拷問だよね。アドレナリン出てるときはいいんだけど、うん、いや飲まない飲まない、危ないの分かってるから。だからジュース飲んでゆっくりリスナーさんと会話楽しむよ。あの流れ面白かったよね。お祝儀ビッと包むからよーって。いくらいくらいくらってコメントあって。おー、1万って言ったら。あの流れ面白かったね。
いやでも、もうね、そう気持ちが嬉しいよね。そう、もうコメントだけで嬉しい。そういう発言だけで。俺は。頑張れよってちゃんまに言われたのが嬉しかったよ。別にご祝儀目当てでやってるわけじゃないから。寝過ごしの金梅が、ヒカルとワドさんの膝壊したことに激怒して笑った。ん？金梅がヒカルとワドさんの膝、寝過ごしの、え？よくわかんないな。骨折るなよ。いや、どうだろうな。俺ね、骨太いんだよ。だから骨は折れないかもしんないけど、俺が怖いのは、まあ、カットはあるし、まあ、俺の特徴なんだけど、鼻高いじゃん。だからすぐ鼻潰れんの。バキバキバキって漫画みたいに曲がるのよ。2、3回あるんだけど、経験。で、コキコキコキって直すの。それが嫌なんだよね。鼻が折れるのは当たり前、口の中切れるのはまああるでしょう。で、まあ骨折はしないとは思うんだけど、まあ全身打撲だろうね。あと首むち打ちとかやだね。そうそう、気持ちが嬉しいんだ。だけど面白いよね。わかるわかる。あ、そうなんだ。俺骨折って今まででっかい骨折は一回もないんだよね。で、実はちょっと怖いの、右手の、これ折れてるんだよ、実は。で、癖になってて、でも今回ね、練習でも一回も折れなかったから良かったんだけど、多分芯で打ててるから。昔ね、小指で打つ、こう、かすっちゃうじゃん。それね、ここ折れてるんだよ、俺、ここ。だからね、なんつうんだろう。癖になってたから、怖かったんだよ、実は。右。実はハードパンチャーなんだよ、俺。右。で、間違って打つと、バキって全部、そう。こういう骨がこうなっちゃう。ドレさんが、歩けなくなるとかさすがにないと思うよ。こんばんは、チャッキー。そういうのはないと思う。目とか切れやすそうな感じするけど、音質でかいから切るよ。いや、頭が切れるのバッティングが多分あると思う。俺もチャンピンも こうだから、チャンピンはちょっとこういう猫背な感じなの。チャンピンってこう戦うのね。ちょっと頭が前に出てるけど、お腹が引っ込んで、こういう感じなの、チャンピンは。で、俺がもう完全こうだから。だから俺がインしたらぶつかるよ。インとインだったらバッチン頭いくよ。その時にバッツリ切れるだろうね。どっちかが。ヘッドギアない。だからバッティングってヘッドバットね。要はお互いが頭から入っちゃってガチンってぶつかるの。その時はもうパッカリ切れる。まあまあまあ。女じゃねえし。そこはもうしょうがないよね。怖いのが肘。肘はね、高等技術だっていうのがよく分かった、やってて。俺も肘出すとか言ってたけど、肘入れんの超むずいよ。この状態だからグローブ持ってて。だから横から入ってもね、当たるけど、ガードできちゃうから。余裕ではないよ、名前さん。あんまり出血すんなよ。それは分かんないよ。首ありがとう、金猫さん。カウンターは、俺カウンター狙うタイプじゃないんだよ。で、スタイル的にカウンター取りに来るのはチャンピンになると思うよ。インファイトでね、ガンガン攻める。カウンターインファイターは無理よ。相手のパンチじゃなくて懐から入るから。流血あるよ、全然。バックハンドブローなんや、何回か試したけど習得できなかった。ドルさんもバックハンドブローとソバット、ローリングソバット教えてくれたんだけど、回転系。無理だった。だから、ないよ。裏系下手なんだよ、俺。で、裏剣出そうとすると、モーションがバレるし、俺が、なんか、動かなくなるの、体が。どうやってやるんだっけみたいになるじゃん。だから、5、6テンポ遅れるんだよ。その反射が。考えちゃうから。だから出さないと思う。要はもう反射で出せないと、ダメなのね。だから、ジャブとか反射で出せるよ、今。パッって。だけど、バックハンドブローの時、何テンポか遅れるから嫌だ。だったら、ブーメランフック行く。もう今から技、どうこうって言われてももう無理よ。そんなのはもう何ヶ月も、3ヶ月前に言われないと、練習してないパンチは出せないよ。本当に。焼けつけ場でやってもダメ。素人同士の喧嘩ならあれかもしれないけど。そう。脳が止まっちゃうと、結局考えると、もらうから。要はその間、ぼーっとしちゃってるのと一緒だから。体を動かせないから。和道さんは打たれ弱いから強くならないとね。今から明日試合なのに
すごいね、うん、リーチとキックだから、つけ焼き場はやりたくない、うん、意味がないから、つけ焼き場は意味がない、無理だよ、うん、ガードからワドラッシュ、ありがとう花火 GK 派 GK さん花火ありがとう。そう、まあその運動神経が良かったり反射神経のいい人だったらそれができるんだよ。だそれがないからセンスがないって言われてるわけじゃん。ヒカルくんみたいにこうやりなっつよいしょくせぐっこすかいっせってできないのよ俺は。ヒカルくんはできるの、3ピンもできるのすぐ。俺は1個技ジャブを覚えるのにも1ヶ月かかるの。だけどあのストレート系は多分ヒカルくんチャンピオン俺だったら多分一番うまく出してるのは俺だと思ってる。正直ワンツーに関してはやっぱ練習は裏切らないってそこだと思うんだよ。あのミット打ち見ててやっぱり一番その客観的に見てちゃんと練習が出てるのは俺だと思ってるよ、ジャブとストレートに関しては。だから練習は裏切らないよ。センスセンス、俺はセンスはない。こんばんはゆめちゃん、こんばんは。そう、体に覚えさせるのが練習だから。だからほら初めの一歩とかでもさ、よくフラフラになってるシーンであれ当たるとかやるじゃん。高村とか一歩とかが会長が見えるみたいな、なぜ当たるんだっつったら会長がボワーンってこうミットを持ってて、会長のミットを追いかけるんだっつって、ああいうことでしょ結局。練習をしてなかったら出せないんだよ。やっぱここ治んねえんだけど、ここグローブでバチン入って切れかけて、でなんか口内炎みたいになってかさぶたみたいになって、これがやだ。すごい努力も才能やで。せやな。部活やってない、帰宅部のんちゃん来てほしかったね。別に付き合う付き合わないとかいうわけじゃなくて、のんちゃんには見てもらいたかったね生で。センスやうまさもあるけど一番必要なのは気持ちだわ。いやほんとそうだと思うよ。ただあのその通りだと思ってるので、特に俺はだよ、気持ちでぶつからないといけないと思うの。あのなんていうのかな、弱いから。だけど今ね話すことじゃないんだよガンバさん。俺が思うにそれは明日蓋開けてどうなのかって問題だと思ってるから、今別に俺は強えとかビッグマウス言ったってさ、別に試合で俺生きると思ってないから、うん、別にこの放送関係ないから。だからまあ明日見てみてよ。俺も蓋開けてみないと分かんないし、うん、だから気持ちだわって言うけど、俺も俺でいろいろやってるから見てみて、まあダメだったらダメって認めるし、俺は弱かったわっつって気持ちで負けてたわって言うし、でも俺は全部出すつもりだよ。あんなに深夜一緒に走ったりカウントとかして一番そうだよ。で配信外でも走ってるから、のんちゃんが自転車乗ってくれて夜中に引っ張り出して起きろっつって、やだ寝るんだとか言って頼むから来てくれっつって、でタイマー持って配信してない時ね、夜桜じゃないけど夜のね森の中走ってるんだよ。最高にかっこいい自分を思い描いてリングに挑もうぜ。いやいやいや、もうそういうイメトレやめたの。もうねそれをやるとね毎晩テレチャンピに殺される夢ばっかりなのよ。だからもうね、怖いもんは怖いって受け入れてる。で、最高の自分とかじゃなくて、ありのままの自分でそのまま上がる。そのまま上がる。名前さんさ、人間関係ないのに人のことお前っていうのやめてくんない？
うん、俺名前さんがいくつか何で働いてんのかどんな人なんか全然わかんないんだよ。で、年上なのか年下なのかとかあんま気にしないけど、俺和道って名乗ってるし、俺名前さんのこと名前さんってちゃんと呼ぶからさ、お前って言われんのやだわ、ちょっと。どうだろうね、リング見たらね、気持ち盛り上がるかね。漫画は漫画、悟空は漫画。まあ一人でも勝てたらいいじゃないか。いやまあ勝つか負けるかじゃなくて、のんちゃんに全部見てもらいたかったっていうのはあるんだよ。いや飯は今減量してないよ、がっつり食ってるよ、がっつり食ってる、うん、いや俺前から言ってるよ名前さん、 あの知らないだけだよ。俺ずっと前からこれ結構よく言うよね、配信中にお前っていうのやめてくれって。これは結構昔から言う、まあ、応援はしてるの分かってるんだけど、空手有段者だけど普通にやれば和道が勝つはずだよ、頑張って。あ、ありがとう、節はさ。リングは最初から、うん、節制されてる、特命さん。食ってる食ってる。減量をやってたのは1ヶ月ぐらい前かな。2週間で6キロ落としたんだけど。ゴンタはどつ。終わるのは一瞬だから楽しんできてください。そうだね、もうほんと9分って。振り返ったら一瞬だと思うから、まあまあまあ楽しみよ。和道の前から悪いところは止まるところ。まあ見ててよ。うん、今更さ、俺のモチベーション下げたところで強くはなるわけじゃないよ。名前さん、うん。俺のモチベーション今下げても意味ないし。うん、ちょっと勘弁してくんない？できたら誰もいないリングを見れるといいね。あ、まあ見れる見れる。あの、会場入りした時に、もうだって、あれだよ、3時ぐらいには入ってるから。うん。で、リングで撮影もするから。キータ君ありがとう。優勝とかないから。うん、トーナメント制じゃないから。優勝とかない。うん、強いやつが勝つんじゃない。勝ったやつが強いんだ。ああ、ほんとそうだね。ほんとにそう思う。いや、もうオナニー、もう今の今日の時点でもう4回やってるから、もう遅い。今日はオナニーしないでくださいじゃなくて、今日起きてからオナニー4回やってるから、もう現時点で。もう遅い。うん、断言する。1分で終わる。1分で俺が勝つの。明日のショー見たことないからね。いや、見届けて。いや、打ちまくらないで。正直言うと。打ちまくらないです。元気だな。元気だよ。うん、買ったらその人のステッカー買うって人も多いだろうしね。いやー、どうだろうね。うん、勝った方のステッカー買う。いや、そういうのじゃないと思うけど。うん。いや、性欲強いんだよね。じゃあ、オナニー、眠りたくてオナニーをしちゃうのよ。ぐっすり寝たいんだけど、何回オナニーしても、アドレナリンがずっと出っ放しなの、うん。俺が1分で勝つ。いや、俺この2週間の中、1日オナニー4回ペースだよ。本当に。で、結局、オナニーしても何にも関係なくて寝れなくて。だから、何の放送見てたっけな？昨日寝ついたのは、なんか、タチューヒコとアメリカ人の予想枠みたいなのをタイムシフトで見ながら寝てたかな。うん。起きたら疲れるぞ。いや、あんまり。勝っても負けても泥、塩試合って何？なんでさ、名前さんにそんなこと言われないといけないのか俺よくわかんねえわ。うん。強要やめてほしいんだけど。応援する気ないでしょ。覚醒してんのかな。あ、お清の CD アイテムありがとう。そうそうそう。試合が終わってぐっすり寝れたらすごい快感だね。そうだね。いや、まあだから試合終わった後、もう何も考えなくていいっていう風になりたいね。本当に。それが楽しみかな。試合のこと考えなくていいっていうのは。そういう感じで行きたい。つまらない試合だけはすんなよ。お金払って見に行ってんだ。知らない。そんなの。うん。あなたのために戦ってるわけじゃないから。俺自分のために戦ってんの。別に金払ってるかどうかも俺に関係ないし。うん。俺に金が入るわけじゃないから。うん。強要しないでほしい。つまらないかどうか主観、俺の考え方じゃなくてあなたの捉え方だから、うん、そういうめんどくさいのいらないから。
トレバーサスミヤビが熱い試合、いや俺は違うって考えてる。逆に一番面白くなるのは俺の試合かヒカルくんの試合だと思ってる。ドレバーサスミヤビは実力差がありすぎるから、あの盛り上がんない。うん、そうじゃなくてバッチバチに殴り合う可能性は素人同士の俺とテルの場合、あと気持ちと技術と体力が強いセブンバーサスヒカルだと思ってる。それ以外はバッチバチの殴り合いっていうのないと思ってる。俺はドレさんが100勝つと思ってるから、技術差がありすぎるんだよどう考えても。だからなんかね、あのドレさんが手抜いて殴り合いとかになっても嘘くさくなると思う。プロレスっぽくなるっていうか、本当の喧嘩っぽくならないと思う。ホモアツルさん、チャオズ、どうもどうも。ガードガチガチに固めてあんまり打たないとかや、ブロック入れるよ。ブロック入れていい。謝んないんだったらブロックするわ。名前さん、最後に言いたいことあったら言ってください。謝らないんだったらブロックするわ。こんだけ言っても分かんないんだから。金映えは金映えは金映え。キングさんいらっしゃい。いやドレさんが一番強いでしょどう考えても。ヒカルくんは本気度が、うん分かった、もうやめてね。名前分かった、ブロックは入れない。ヒカルくんは本気度が上がってくるだろうし、そうヒカルくんはね打たれただね、俺思うんだけど、予想的には俺ヒカルくんがバチンっていいのもらったらカッとなってフォーム崩れて喧嘩になると思う。でセブンさんはフォーム崩れないと思う、どんだけもらっても。オナニーやってるようじゃ準備が台無しだよ。どうなんだろう、でもオナニーしたいんだよね俺。金前さんはフォームが綺麗ね、もしもっと早く本当にやってたら間違いなく強くなったと思う。って感じ。フォームがすごい綺麗な、いや俺はどっちが勝つとか野暮なことあんま言いたくない。予想はあるけど自分の中に。そうそう、因縁もあるしね。いや、ぶっちゃけ、ほら、プライベートで相当過ごしたな、福島で。相当恨んでるからね。ヒカルくん酒入ると大体セブンの悪口だから。本当に恨んでるから。まあ、じゃないとあのモチベーションで練習しないよね。あんだけ強くなんないよね。本当に、もうギャフンって言わせる気満々だよ、ヒカルくんは。まあ来たくなければ来なくていいと思ってるから俺は。いいんじゃん来なくて来なかったら来ないで。無理やり来させようとするのもよくわかんないし、俺ら配信者だぜ。来たくない人は来なくていいよ。やる気のあるやつだけリングに上がればいいんだから。俺は普通に来ると思うけどね。さすがに。スポンサー席で見てるからな。楽しみにしてるぞ。頑張れよ。頑張ります。ゆうさんありがとうございます。頑張ります。激飛ばしてください。まあ、チャンピン、応援してるんだったら、普通にチャンピン応援していいんですけど、もし、この試合はワド応援するわっていう風になったら、ワドーって叫んでもらえたら本当力になるんで、ワドーだけでいいです。ワドーって叫んでください。いやまあ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 ね、っていうか俺はその負けても勝っても出ても出なくても何しても美味しいのが金梅さんだと思って、唯一 その何やっても言い訳だと思ってるから、そこは美味しいよね。ターさんありがとう。ヒカルはセブンに電話突入していた時からセブンに鬼畜扱いされてたから、らしいね。相当因縁深いらしいね。あ、じゃあぜひ一言でいいんで、ワドーって叫んでください。思いっきり僕は背中でそれ受け止めるんで。パンチがどうとかいらないっす。まあ今のやりとり見ててわかるけど、そういうの俺アスベなんでイライラするんですよ。もう試合中にうるせえわバカってなるんで、もう余計なこと言わなくていいです。ワードだけで伝わるんで、ガードガードとか余計なことは言わないでください。攻めろとか下がれとか回れとか無理です。
余計弱くなるんで、ワードーだけでいいです。それ全部伝わるんで、余計弱くなるんで、はい。あ、それ面白いですね。隣のリスナーうるせえな。ワードーだけでいいです。僕の応援は。本当にそれ以外いらない。うん。あ、ドレさんにずーっと言われてんの、マジでやりづらかった。コメント拾わなきゃみたいになるの、俺。あの、配信者の癖で。配信者の癖って、あの、弁当太郎さんで焼肉食ってたじゃん、俺ら。ヒカル君とチャンピンと、こうやとって。あの時もみんな面白かったのが、店の電話鳴るたびにみんなそっち向くかんで、ね。トゥルルルってなった瞬間全員向くの。箸が止まるの。あーつって。そういや、俺ら配信してなかったわ。つって、トゥルルルって、こうやって。あーって、癖だな、これ。つって。職業病だな、つって。もう、これ本当なんだよ。店で電話が鳴ると、配信してないのにみんな止まるの、こうやって。本当なんだよ、これ。職業病なんだよ。本当に、本当に。で、全員配信者だったから、ピタッと箸止まって、みんながこうやって向いた時、俺笑ったもん。笑うよね。そう。病気だよ、本当に。うん。叫んで、ワドーって。もう本当、それ以外の声援いらない。いや、まあ、だってさ、1日10時間以上喋ってるんだよ。配信やってるんだよ。それはさ、エアコメント読めたりするよ。条件反射なの。そうそうそう。職業病なんだよ、本当に。ただ、面白かったのが、やっぱ全員反応したっていうのが面白かった。ピタッて反応するっていう。アスペルガーだね、俺は。アスペルガーと ADHD 両方持ってる。指図されるのが大嫌いだから俺この職業を選んだの。俺の人生を決めるのは俺で、アドバイスをする必要はないって言ってる。俺に何にも。なんでかっていうと、俺は誰かに教えてくださいって、俺はドレさんだけだと言ってんの。ドレさんとかタチュヒコ以外は俺にアドバイスする資格がないって言ってんので、なんでかっていうと、俺がお願いをしたから、二人に。だけど別に見て好きなことを言っても構わないけど、俺は会った人とか、俺がお願いした人、要は俺が尊敬してたりとか、この人から教わりたいっていう人しか教わらないって決めてるの。じゃないと、いろんな意見、例えば今だったら200人近くいるわけじゃん。で、200人別々の生き方をしてるのよ。で、いろんな人がいるの。で、俺は、みんなは俺のことを理解できるじゃん。ずっと見てくれてるから、どんな性格なのか、どんなやつなのか、わかるけど、俺はみんなのこと知らないんだよ。で、どれが信用できるかわからないの。会ってみないと。電話してみないと。触れ合ってみないと。で、俺、名前さんとそんなに面識ないでしょ。関わりがないのよ。だから、ああだこうだ言われてもイライラしちゃうだけなのよ。わかんないよ。本当は、もしかしたら世界チャンピオンかもしんないけど。でも俺は世界チャンピオンだとしても、それがわかるまで聞かないって決めてんの。それが俺の生き方。受け入れてるよ。だって俺がお願いしたんだもん。画面のこっちで叫びます、ワード。それはコメントでいいわ。それはコメントでいいよ。グッズ販売するよ。ステッカー2種類用意しました。これ1000円、1枚1000円で販売します。で、買ってくれた人はね、写真撮影 OK です。スマホとかね、ツーショットで撮りたいとか答えます。それ以外は答えません。あとこっち、新作、捨て頃ね。捨て頃カード。この2つです。うん。まあ、1枚1000円で販売してるんで、もしよかったら、どっちか。買ってください。そうだよ。だってそれを信じて負けてリスナーのせいだって言われるのも頭にくるでしょ。俺の人生は俺が決めて俺がやるんだよ。で、それを見せるだけだからさ。それで好きでもない嫌いでもないとかもう任せるから。だけど俺は俺がどうやって生きていくか俺が決めないといけないと思ってんの。自己責任を負っていきたいのね。今日の夜は捨て頃に関係ない仏教の話でもしますか。ダメだね。仏教の話すると、闘争本能なくなる。極論戦ってるやつがバカだってなるから。仏教ってそういう世界だから。勝ちたいっていうのが欲望だからって考えちゃう。だから仏教は捨ててる。うん、俺は統合失調症は、精神障害って、一次障害と二次障害っていうのがあるの。簡単に言うと、うつ病とか統合失調症って精神医学で言うと、最後に出る末期症状なのよ。要は、悩んで悩んで悩んで1年間ぐらい悩み続けた頭おかしくなってくるじゃん。それが原因で、
鬱が出るとか、それが原因で自殺をするとか、それが原因で仕事行けなくなる、それが原因で幻覚幻聴が見えるっていう風に考えるの。だから俺はお前ブロック入れるわ、うん、もうダメだわ、うん、全然話が分かんねえわ。だから統合失調症は持ってるんだけど、それはそのホームレスになったストレス、前科者になったストレス、要は詐欺の事件でね、とあと仕事を失って、で生活保護を受けるかどうか死ぬかっていう風の悩んでて幻覚が見えてたの。どうしたらいいか分かんなくて、そういう感じ。いや余裕じゃないよ、うん、明日の勝ち方は浅井さんに聞かなくていいの、大変なことになるからやめとくわ、うん、末期の糖質っていうよりも統合失調症が普通に出るってありえないじゃん。わかる、生まれながらの統合失調症っていないんだよ。わかる、生まれながらのうつ病のやつっていないの。何かが原因があってうつになってるって考えるのが精神医学。だから末期とか初期とかの話をしてるんじゃなくて、統合失調症っていうのが何かの精神病が原因で出てくるって考える、医者は。試合は19時からだよ。19時から。捨て頃が19時からだから。いや、ブディストだったら絶対リングになんか上がんないよ。赤ちゃんで打つとかあんまないでしょ。アスペアそう、先天性。そう、後天的になる。そうそうそう、そういうことよ。だから、俺が、その、簡単に言うと、なんでうつ病とか統合失とかが出るかっていうのは、アスペと ADHD を持ってると。で、これ自体は別に問題ないの。問題ないっていうか、まあ、しょうがない。でも気づいてないじゃん。そうすると人間関係がうまくいかないじゃん。さっきの名前みたいなやついるだろ。あれはコメントでじゃなくてリアルであってももう多分ぶん殴り合いになっちゃうの、小学生だったら。だから人間関係うまくいかない、悩む、鬱になる、怒られるでしょ、さらに悩むっていうのが続くのよ、人間関係で。でそうすると悩みすぎてうつ病になったり、悩みすぎて糖質になる。だけど糖質は抑えられるよ、薬で紛らわしたり散らしたりすることはできるけど、こっちが解決しない限り薬飲んでないと治らないじゃん。だから原因を追求していくのよ、うん、どこが問題なのか、うん、そう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 。あ、作家はしょうがないと思うよ、うん、頑張るよ、しんさん、ありがとう。おーすげえな、風船100個あり、あ違う、ハート100個ありがとう、ありがとう。ハート100個初めてかも。そうそうそう、まあ、精神疾患持ってる人だったら分かるんだけどね、そう、糖質っていうのがいきなり出るっていうことはありえないから。だからそれで療法、薬で療法もすればトラウマを解消しようっていう、例えばそのレイプされたとか、その暴力、虐待を受けてたとか、いろんな要因があるわけよ。その俺はアスペだったり ADHD で人間関係がうまく作れなくてはぐれちゃって性格をこじらせたっていうパターンなんだけど、でもいろんなパターンがあるでしょ。だからそれを、そう、心理療法で治すのか、薬で治すのか、家族と、まあ友達との友情関係で治すのかとか、いろんな方法があるんだけど。薬で抑えられれば本人も苦しくないっていう感じですか？本人も苦しくないんじゃなくて、簡単に言うと覚醒剤打ってるようなもんだよ。要は薬がなくなったら終わるの。だからどんどん薬、要はドーパミン出したり、アドレナリン抑えたりとか薬でコントロールできるわけよ。だけど薬が切れたら元に戻るわけだし、薬に依存するようになるから。だからだんだん呂律が回ってこなくなるの。精神疾患持ってる人って薬漬けになってくるから。だからメンヘラって目がトローンとして独特の呂律の回んない喋り方。あれだって覚醒剤と一緒でしょ、うん、簡単に言ったら。いや、統合失調症ってね、実は子供の頃よく見るんだよ。子供の頃変な体験するっていうのはあれ糖質だから。っていうのも、その、なんだっけな、前頭前野のつながり方がまずシナプスが形成されてないからそういうことが起こるらしいの。現実と妄想をうまくね、区切れてないの、子供って。だから子供自身は、統合失調症のまま生きてるもんみたいな。でもそれを子供って言うんだよ。
簡単に言うと成人してから子供っぽいっていうのかな、なんか変なものが見えてたりとか妄想の世界に行っちゃう人を糖質っていうから、だから成人になってから出るっていうわけじゃなくて子供自体が糖質みたいなもの。よく発達障害に薬出すけど麻薬と一緒だしな。だから問題になって覚醒剤と全く同じ、もう一個のパーツしかずれてなくて覚醒剤と全く同じのを ADHD に与えてて問題になってそれ日本でも出せなくなったじゃん。なんでリタリンだっけな、リタリンっていう薬が特効薬として出されてたの。 ADHD の子供が急にピタッと止まって集中力発揮して勉強とかできるようになったの。わーって騒ぐのやめるのよ。ただ覚醒剤と化学記号を見たらほぼ一緒なの。もうパーツが一個違うだけな。それでこれ覚醒剤じゃないかっていうことで問題になって、そう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 、リタリンとかで検索するとその問題結構有名な問題だから出てくるよ。だからシャブを子供に与えてただけだった。でも荒野みたいに薬酒に逃げるのはわからない。荒野は自分で障害者っていう自覚あんのかな、手帳持ってんのかな。薬に俺別に逃げるっていう表現あんま好きじゃないけど、投薬で治るから普通に、まあ逃げてる人もいるけどね、オーバードーズしたりとか、別に薬を普通に飲むことはあの逃げだとは俺は思わないよ、そう苦しんでる人の気持ちわかるからね。俺も薬飲んでたし、そうそうそう悪化するから、で薬で社会生活が営めてる人っていっぱいいるのよ。それを見てきてるから、だから俺はありだと思うけど。リタリンは、新宿の東京クリニックが誰にでも処方して社会問題になってた。日本だとそうだよね、アゴノさん。そうそう、新宿のバンバン出しちゃってて、要はあの歌舞伎町とかでお酒飲みながらリタリン噛んで、要はパリピが遊んでたんだよ。あと赤玉も有名だよね。赤玉ももうなくなっちゃったけど、そう、だからそれくらい強い薬よ。リタリンは俺飲んだことない。投薬が必要な場合も全然あるよ。大会明日、大会明日っすね。いよいよっすね。そう、合わない人は本当に苦しんでる。あの薬が変わった瞬間に分かるの、メンヘラの人って。薬変えましたっていう、なんで分かったのって。挙動がおかしくなったりするのよ、目とか、あの目の動きとか。だから会うとすごいその普通に生きられるようになるの。睡眠障害がなくなって普通に生きられるようになって。おー、はい、ポニーさん花火ありがとう、花火3つありがとう。はい、みんなポニーさん花火3つありがとう、ありがとうねポニー。そうそう、テンションも変わるし、すごい。もうあのガッツさんはどつ、だから、あ、ペニーか。ペニーだわ、いや、みんながこれいつもやってるから、俺もやった方がいいのかなと思って。なんか、毎回やってるから、なんか、ペニーさんの枠で、ポニーとか、ペリーとか、みんな、これ、お約束になってるのよ。ちょっと俺も乗っかってみようかなと。勝つかどうかわかんないよ。俺は全力出すよ。それを見て。アスペルガーに処方薬っていうのは、なくて、あのアスペルガーの対処法をかなり勉強した。あのどちらかというとだからうつ病とかの薬とかだね。俺が飲んでたの統合失調症とか、あと過呼吸になった時の頓服って言うんだけど、急遽飲む薬、すぐ効く薬とか。もちろん狙ってる。ボンモスさんいらっしゃい、ワドズ。海ちゃんありがとう。ワドさん捨て頃頑張ってください。陰ながら応援します。あのさ、みんなに言いたいんだけど、陰で応援するやつやめろ。表に出ろ。お前らが陰で応援するからアンチコメントだらけになるのよ。毎回言ってるんだけど、毎回言ってるんだけど、コメント打てよ。陰で応援する意味ねえから。お前らが陰に全員引っ込んでるせいで俺は叩かれまくってんだよ。コメントで応援しろ。ワドを頑張れだけでいいから。一人一つ書けばいいの。270にすげえ過去いるじゃんってなんの。お前らが陰で応援するからアンチだらけなんだよ俺。頼むから。日向でやれ。陰でやるな。応援するなら。もう人の枠行くともう凹むんだよ。頼む。日向でやってくれ。
ノルさんは昔入院してたらしいね。うん。明日応援します。よろしく。ありがとう。応援してないけど、勝っても負けても笑わかしてくれ。お前ブロック入れるぞ、この野郎。そうなんだよね。温厚でシャイな人が多いから。頑張る頑張る。ペニーさんありがとう。便所の裏から応援する？海外だとファンとアンチ両方出てる。うん。うん。いや、怒ってないよ。怒ってないよ。アッコさんいらっしゃい。楽しんでってください。もしよかったらフォローしてください。いや、シャイっていうね、言い方可愛く言ってるけどね、ただのコミュ障だから。あの、内向的っていうかね、もう、内にこもってる感じだよ。そうだね、生き様見て、秘密基地。ただ秘密基地は俺すげえ俺秘密基地に感謝してるから。いろんなところで俺が落ち込んでる時も俺がダメな時も秘密基地はいろんな他の枠でも俺は見てたから。和道は俺応援してるって。あいつの努力ずっと見てきたって。どんなに叩かれてる流れでも秘密基地は他枠でね、俺のことをずっと擁護してくれてたの俺は知ってるから。秘密基地ありがとうな。ありがとう。俺はその秘密基地の行動を俺は忘れないから。お経の CD 頑張れよ。ありがとう。うつとかになるともうすぐわかる俺は。ドラえもん。もう古いリスナーさんはすぐわかる。またうつだなって。俺は青山が嫌いなのもあるので、より和道の応援に力が入る。さっき青山にも頑張れや米してきたけど、なんて言われたんだろうね。嫌いなんだ亀を。バカありがとうね。うん、生き様だよ。9分間に俺の32年を詰め込めるんだよ。3ヶ月の練習の話じゃないんだよ。ねえ、秘密基地はいいやつだよね。お疲れっす、アキラさん。うん、ありがとう。また来て。おとつゆみにゃ、いらっしゃい。日本人って頑張れしか言わないよね。自分が頑張れよ。お前は勝てるトレーニング見てた方が応援になると思う。お前は勝てるトレーニング、何を言ってんの？ヒカルバーサスセブンは因縁が売りだけど、和道テルは因縁何もないのが売りだよね。因縁何もないどころかめちゃめちゃ仲いいかんな。俺結構青山好きだかんな。普通に。普通に結構映画行こうぜとかパチンコ行こうぜとかさ企画やろうぜとか普通に絡みたいもん。俺頑張れよって言いたいもん青山に。お前絶対勝てるよとかやりたかったもん。なんだこれ俺がやるのみたいな。青山応援したかったよ普通に観客で。青山頑張れよってお前行けっからって練習やれよとかやりたかったよ。俺スパーリングいいよ俺殴れよとかやりたかったのに、なんで俺が殴んだよ。超絡みづれえよ。だから、青山が、いや、悪いな、和道、みたいな。俺、ノリで和道つっちゃったけど、なんか、申し訳ないわ、つって。この前、謝ってたよ。ありがとう。ありがとう、ユミニア。ありがとうね、チャッキー見てくれて。いや、全然センスないよ。センスないよ、全然。それ、最近だからだよ。3ヶ月前なんか、なんだっけ、1ラウンドで9回ダウンしたりとか、パンチなんて見れたもんじゃなかったよ。そうそう、パルパルだったらボッコボコにしたんだよ。全然仲いいよ、俺。
なんか便所さんにその慣れ合うなとか言われたけど、そこは二人で突っ張ねたの。何が悪いんだよっつって。マッチメイクしたのてめえだろって、プロレスやる気ないよっつって。便所さん分かってくれたけど、なんかクレームが来たんだって。なんか俺と青山が普通に遊んでるから、なんか、なえたわっていうクレームがあって、いや、そんなもん知らねえよ、つって。そんなリスナーがなえようが何しようか知らねえわ、つって。マッチメイクの問題だろっていう。まあ、誰でもいいとは言ったけど。だって、くだらない煽りとかさ、仲いいやつが、だって、初めの一歩で言ったら宮田くんと一歩は別に仲はいいじゃん。で、いいじゃん。別に試合するで。何が悪いのみたいな。なんでその殺すとか言わないといけないの。なんか俺がワンパンで KO してやるあのヘタレとかさ、もうそういう台本じみたの俺大嫌いなんだよ。いや別にムカつくとかないけど、誰が一番とか嫌いなやつは嫌いなだけ。センスあるよね。俺も学生時代のすげえ嫌いなヤンキーっぽいやつに似ててムカつくから徹底的にボコしてもらうとか。それは支援でしょ完全に。それは青山かわいそうだよ。青山がカメオをいじめたわけじゃないから、それはかわいそうだよ。まあ気持ちわからんでもないけど、あいつは結構優しいやつなんだよ。あいつは、便所太郎さんから電話かかってきたの。セゴロって企画がやるんだけどって。で、この前教えてくれたけど、俺がパルパルを示したの。誰とやりたいっつって。俺一番に電話してるから、出させてくれって。で、パルパルとやらせてくれってお願いしたの。その時に便所さんマッチメイクを決めてる時に、ね、青山に電話来たと。で、青山が、え、和道パルパルとやりたがってんじゃないのっつったら、パルパルが逃げたと。いや、パルパルが和道とはやりたくないって言ってるんだよねって。で、ところで青山出るっていう話になった時、あ、じゃあ俺がやるよって。要は、パルパルと青山って仲いいの。親友なのよ。配信会で。だから、パルパルをかばって出てるんだよ。俺余計パルパル嫌いになったわ。クソだせえわ。青山の男気で出てんだよ、これ。あ、じゃあいいよ。俺が和道とやるよって。パルパル出たくないんだろってかばってるんだよ、あいつ。クソだせえよね。パルパル足首グニャキック足グネールキックね、うん、便所さんが和道の成長を称えていました。いやいやいや全然成長してないよ。お、水木ちゃんいらっしゃい。どうもお疲れ。明日はね、夜の7時から開演だから、まあ6時半ぐらいから放送始まるんじゃないかな。夜の19時からだね。ワドツ、パルパル、その話、振られて、ワドーとやりたいって言ったら体重差があって便所に言われたって言ってたって言ってるでしょ。これが全部嘘なの。パルパルしか言ってないの。要は嘘がめくれてんの。要は、俺はワドー指名したよと吠えてるけども、全部めくれてんの。だからなおさらムカついてんの俺は。鉄馬もうそれ全部めくれてるからマジだよ。あいつ散々俺のこと煽って散々クズだとか俺のリスナーにすったのがもうことん発端の。俺をディスるぐらいだったら全然いいよ。あいつはここのコメントでうちのリスナークズって言って帰っていったんだよ。だからぶん殴ったの俺は。お前配信で飯食ってるみたいな、なんだその態度はって。人様のリスナーに対してクズはねえだろっつってぶん殴ったんだよ。そっから始まってんの。で、まだ言ってるからぶん殴ってやろうかっつってんの。だから俺は楽屋分けろっつってんの、面倒さんに。絶対殴るから。また。あんま調子こいてるから。だったら出ろよ。言えよ。全部めくれてんだよ。あ、神吉さんどうも。そのリスナーにクズはねえだろ。てめえが何言おうか勝手だよ。俺の悪口言ってもいいよ別に。ただ人様のリスナーにクズはねえだろ。そう思わねえ。俺はこれで飯食ってんだよ。どんしゅきしゅきさんいらっしゃい。いや来るでしょ。だから絶対会わないよ。話もしない。楽屋で一緒になったら絶対ぶん殴るもん。いやちっこいとかじゃなくて、別に言ってんだったら言ってること認めろよって。そう、吹かすのが嫌なんだよ。気が弱いくせに気がでかいんだよ。
弱くてでかいの。そういうやつ嫌なんだよ。あつこさんね、あの、便所太郎さんのツイキャス。いや、別にそこは大人になるよ。合同撮影の時は仕事だから。ふっかけてきたら俺ボッコボコにするよ、あいつ。関係ねえよ。ふっかけてきたら俺は多分手出るよ。まあ、前回手出てるから。別に俺に干渉しない限りもう我慢するよ、俺は。あ、イライラしてきた。こういうやついらっしゃい。だろ？だからパルパルとやらせた方が面白かっただろ？俺はやるっつってんだからずっと。逃げてねえんだから。指名もしてるし。俺は逃げてねえよ。だからパルパルにすればよかったんだよ。逃げんな、クソガキ。ボコボコにしてやるよ、マジリングの上で。いや、まあ柔道対決とか俺よくわかんないから、俺はとにかく自分の手であいつのことボッコボコにしてやろうと思ってたから、それを止めたのが青山だったのよ。パルパル殴った時に止めに入ったのが青山だったのよ。なんで俺が青山殴る理由あんだよ。そう、昔あったの。3ヶ月ぐらい前かな。違う、その喧嘩を止めたのも青山だったの。それで俺青山好きなの。わざわざやめとけっつって、バルバルも会おんなってずっと間に入ってたのが青山だったの。なんで俺が青山と喧嘩すんだよっていう。うん。うん。そうそう、経緯があったの。そう。うん。まだ言ってんでしょ？俺は逃げてねえよとか。じゃあ体重差がどうこうって言うんだったらさ、ゆいがさんと、便所太郎さんの体重差考えなよ。ポンスケと便所太郎さんの体重差考えなよ。ズキティとサトミさんの体重差考えなよ。もう取ってつけたらいいわけじゃん。便所さんがオーガナイザーなのにそんなこと言うわけないでしょ。自分の試合の体重差があるんだから。俺の時だけ体重差って理屈が通らねえよ。明らかにパルパルの嘘なんだよ。俺便所太郎さんからそんなこと聞いたことないよ。おはよう、警備さん。俺はだから、あの、ステゴロ2は勝者の権利で出れる可能性が高いんだって。だから俺は指名するよ、全然。だったら逃げんなよって言うけどね、うん、俺はいつでもやってやっから、ステゴロで2で逃げんなよ、うん、俺は全然免除さんゴーサイン出たら全然やるよ、バルバルと。ただ殺すけどね、リングで。その覚悟で俺のこと指名しろっていう。逃げるから、あいつは。勝てるか勝てないかとかそういう問題じゃない。もう怒りが収まらないよ。勝てるか勝てないかとかいう問題じゃない。そういう次元じゃない。殺す。殺す。まあそうだね。まあ、竹さんが言ってる通りで、まあ全部佐野が悪いんだよ。うん、おい、なんで俺が悪いんだよ、バカお前よ。おい竹、なんで俺のせいなんだよ。おい部長、ごらんごらん。全然関係ないよ、佐野。はい、のんちゃんはどつ。まあまあ、いらっしゃい。ゲピーツ。ちょっと面白いな。だからさ、チャンマンリスナーずるいんだよな。関係ないからね。ここで KP も面白いよね。KP だけで面白いからね。ずるいわ、珍味だ。あんなさ、優秀なコメント職人何人抱えてんだよ、ほんと。ずるいわ。
アンコール試合あったらやってほしい。アンコールなんてやらねえよ。お前選手殺す気でしょ。3分3ラウンド戦うだけでさ、拷問なのにさ、アンコールってお前殺す気かってなるよ。うん、今日は早めに配信終わってしまいますか。今日はこの枠で終わりです。はい。最後の放送。要は試合最後の放送ですよ。ありがとう。濃い味ありがとう。まあ、濃い味ももう子さんだもんな。ありがとう、花火。頑張るよ。今日はだから4時間枠やろうと思ってて、この枠で終わりだと思ってください、基本的には。まあでも、もうリングに上がるからには、ね、俺も青山も全力でやるよ。はまあ、だから友情の殴り合いですよ。理由はわかんないけど、遺恨はお互い何もないけど、全力で殺し合うよ。なんだかよくわかんない。試合、要はね、開演がね、19時からです。ホープさんさん。19時。19時。よろしく。いや、2万人超えるんじゃないかな。どうなんだろう。2万超えなかったら失敗だと思ってるけど、俺は。まあ、メンツ的に超えるんじゃないの。わかんないけど。こんだけ配信者がガン首揃えて40人以上集まんだぜ。これでね、2万超えなかったら嘘だよね。うん。のんちゃんは普通に来てるよ。キャミソールいらっしゃい。今日ね、ピザ食って、ピザの S サイズ食って、ピザーラの。小せえなと思ったけど。で、今日はカツカレー食えばって、この前コメントで、験担ぎで言われてたから。まあ、ベタベタだけど、ここ一でカツカレーでも。本当はね、誰かと一緒に過ごしたかったけどね。抱きしめてもらいたかったけど。うん、もう、静かに抱きしめられながら、包まれながら眠りたかったけど。はい。残念ながら僕、振られてしまったんで。うん。オナニーしながら寝るんじゃないですか。仲良くなれたのですか？うん、まあ、話し合って、LINE で二人で話し合って、まあ、お別れするっていうことで話して。で、今後もリスナーとして見てくれるって言ったら、ありがとうって言って、よろしくねって言って。別に俺はのんちゃんのこと、いつも言ってるけど、嫌いなことなんてないから。そう、震える体を包んでほしいから。うん。風俗行こうかな。風俗場にこう、優しく抱きしめて、90分ぐらい。プレイはいらないっつって。抱きしめてて、つって。あれか、なんか、添い寝カフェみたいなの行こうか。おい、ワイルドクソジジイいらっしゃい。いや、寝れよ。大丈夫だよ。うん、だから今日の夢なんか、今までずっとテレチャンピン戦う夢だったのに、今日の夢面白くて、どれの深夜食堂と俺と香川と、もう一人男の配信者誰かいたんだけど忘れちゃって、で、のんちゃんなんだけど、のんちゃんと香川がずっとイチャついてる変な夢だったの。のんちゃんと香川がずーっとイチャついてるっていう変な夢。で、どれさんがずーっと香川に媚びを売ってて、で、俺が一人孤立をするっていうわけのわかんない夢を見てて、なんだこの夢とか思って。後味悪いとか思って。すげえ嫌な夢だったよ、もう本当に。すげえ嫌な夢だった。気分悪かった。うん。吉原行ったことないんだよな、俺。ソープって行ったことない。うん、やだよ、解放今入院してっから。解放は今入院してる。精神病の2週間入院するから捨て頃見れないっていう。2週間後に結果教えてって言われた。うん、解放とは癒されないでしょ。余計肩凝るんでしょ。いやー、だって遠いじゃん。俺だけど、ワイルドクソジジイ直伝のやっぱ陰謀得意技になったから、得意技っつうかもう、俺の武器ってワンツーと、ワンツーのアウトローとワンツーの陰謀。で、陰謀の方が今多いから、覚えてよかったっすよ。まあ、そのジジイほど強くできないけど、確実に当たってるんで、陰謀は。で、牽制にも使えてるし、もう、なんつうの、自信ある技になってるんですよ。だから、これはね、ちょっと、陰謀は、
もし格闘技続けるんだったら本当極めたいなと思ってる。ジジイみたいにパーンって速いやつ出せるようにしたいなと思って。俺、ジジイと出会えてすごい良かった。ああ、行って良かったよ。郡山か。郡山。うん、インローをジジイに教えてもらったの。リスナーさん、ワイルドクソジジイに。めちゃめちゃうまいのよ。体も、ね、整体してもらって。インローはもう本当に使える。フリーランサーいらっしゃい。現在、ワドちゃん2270人、テルちゃん80人。応援の大きさの違い。いや、今朝はね、テルが600人、俺が200人ぐらい、150人ぐらいかな。あんまりね、人数気にしてないよ。もう、俺らクラスになってくると、要は、話題、警察が来たら閲覧が増えるとか分かってるから、そういうのない。今、カラオケやってるからだよ。うん。カラオケ枠は数えるじゃん。だから、もう、そういうね、なんか、俺は閲覧持ってるとか言ってんの、ニコ生の人たちだけだよ。あのね、昔は、おい、お前アクティブいくつだよって言ってたの。アクティブいくつだよ。で、次の時代は、おい、コミュ登録とか、コミュレベいくつだよって言ってたの。で、次の時代は、おい、同時閲覧いくつだよって、キャスが出てから同時閲覧指導主義になったの。コメントがあるのがアクティブってやつなのね。で、今なんて言うかというと、配信者、おい、いくら稼いでんだよって。みんなアクティブとかコメント数とかフォロワー気にしないの。おい、いくら稼いでんだよってみんな絶対の。もうだからふわっちができてからもうそのなんだろう、フォロワー数がいくらいるとか閲覧があるとかコメントがいくつあるとかもう気にしてない配信者。これ本当にもうみんなあったらいくら稼いでんすかになってる。話題は今のトレンドはだからそのどれくらい稼げる力を配信で持ってるかだよ。まあそういう世界だからね。トレンドが変わったんだよ、うん、セブンさんいいパンチだね。俺もすげえいいパンチだと思ってびっくりした。ヨッサンは未だにチクランキンしてる。あ、だけど違うよタケさん。それはニコ生に行った時だけおいアクティブ上げてくれよってやってるけど、ふわっち来たらやらないでしょ。要はあえてやってるんだよ。分かってるんだよ。そこを見抜けないと。ふわっちじゃおいコメント書いてくれよとかやらないでしょ。コメント書いたら次枠行くわとかないでしょ。花火上がったらって言ってるはずなんだよ。だから現金だよ、みんな。D ファントムいらっしゃい。だんだん職業として成立してきたし、今その裏方の人と繋がり始めて、すごいよ。ちょっとまだ確定じゃないから言えないんだけど、お仕事もらえそうな感じなの。結構みんなが知ってる有名なサイトの、企業チャンネルのメイン MC なのか何なのかは分かんないんだけど、ちょっとお願いするかもしれないっていうことで。まあ、月末に返事いただけるんだけど、月末じゃない、20日ぐらいに連絡いただけるんだけど、昔さ、小島グランプリが AV の MC やってたの、知ってる人手挙げて。小島グランプリっていう配信者が FC2 アダルトのメイン MC の仕事をもらうかもらわないかっていう話を覚えてる人手挙げて。稲田光一さんいらっしゃい。わかんないかな。結構ね、配信にコアな人じゃないとわかんないと思うんだけど、結構話題になったんだよ。知ってる？なつさん。で、実はその裏方の人と連絡が取れて、で、実はあの時俺は推してたのは和道だったっていう。小島グランプリか和道だったんだってあれ。で、俺は和道を推してたんだよって言って、その、今ご連絡取らせていただいていて、で、なんで僕選ばれなかったんですかって聞いたの。そしたら、裏方にもう一人いたゴロリが和道はダメだって言ったらしいんだよ。ゴロリが NG を出したせいで小島グランプリになっちゃったんだって。俺は和道を推してたからって。で、小島が粗相をして、ネバックレとか酔っ払ってきたりとかして、粗相があって、あの話ダメになったんだよって。だから和道くんにしたかったっていう話をされて、え、だったら僕、なんか仕事くださいって言ったら、チャンスくださいって言ったら、ああ、全然っていう。そう、ゴロリクソだな、本当に。うん、本当にクソだなって思ったよ。ゴロリのせいで俺は仕事が取れなかったんだよ。そう。
で、まあ、その人が、あ、今度企画こういう番組で方向あるから、ちょっと押してみるって言ってくれて。で、決まっても決まらなくても連絡するからって言ってもらえて。ね、ありがたいよね。だからまあ、頑張ってきてよかったなとか思って。和道くんもいいパンチ持ってるんだよ。気持ち一つでもっとすごくなる。ワイルドクソジジイ。ちょっと今 LINE、あ、やめとこう。ワイルドクソジジイね。俺配信者だから。ジジイ。俺がどんな人間かジジイはまだ分かってないの。あと、試合楽しみにしてて。俺は左足、ね、もうぶっ壊れちゃって、蹴られたらもう無理だけど。一発でも食らったら多分もう、戦闘不能になっちゃうけど、俺は配信者だから信じて、うん、俺っていう人間を見せてあげるから、うん、うん、試合会場でおそらくみんな度肝抜かれるよ、みんな度肝抜かれる、うん、いやまあ見ててアビス、ゴロリさん裏方でいろんなところにつながりがあるのよ。ゴロリさんの企画もあるし、なんか顔がすごい広いし、運営の裏方で台本書いたりしてるから、ただのリスナーじゃないよ。最初スタンダードで行こうぜ、行っちゃっていいのかこれ。いやまあ見てて、もうプランはもう完璧に出来上がってるから。ただ俺は和道だよ。それだけ言っとく。明日全部、結果が終わった後は、明日以降全部話すから。明日以降勝ったら全部話すから。ただ、ゴングが鳴った瞬間にみんな度肝抜かれると思う。片足引きずってる俺がどんな戦い方するのか。もう蹴られたら終わりなのはもう分かってるわけだ。俺がどんな戦い方するのか、結果を見て。足引きずってるのも俺はみんなを沸かせるよ。俺はそれくらいの気持ちだ。で、もう考えてあるから。あいつは絶対俺の足を壊しに来るんだ。ありがとう花火5個グレート花火ありがとう匿名さん。ありがとう、俺は間違いなくやる男だよ。うん、楽しみにしといてよ。ただ、もう何かを今言うつもりはない。勝ったらだから。ただ、みんなは、あれって、こんな戦法使うのとか、いろんなことを考えるはず。頭の中パニックになるはずよ。あ、楽しみにしてて、うん。あれは俺じゃないから。俺の親友のコンドームマンだから。うん、よく誤解されるんだよ。まあ見ててよ。いろいろみんなが言いたいことはあると思うけど。試合前に片足引きずってるような状態ってどんな練習してるんですか？え、便利屋さん見てないの？この前のスパーリング、日曜日の、うん、勝ったら福島来た時に、いや、放送で言う、放送で言う、うん、解説枠やるから、次の日とかに、その時に全部話してあげるよ。まあでも勝ったらだな。負けたら結局意味ないから。セブンあのパンチで 6,7 割だって言うからやっぱさ、いやあれは違うんだよね。 6,7 割じゃなくてあれがかんいいパンチの、要は、スコンって抜けてるし、ガードがどうとかあるんだけど、6、7割で打ってるからいいパンチなの。あれ、10割だったらガッチガチになって、カウンターもらうよ。あのパンチがいいんだよ。スパンって抜けてる。スピードも乗っかってて。あれ、すっげえめちゃめちゃいいパンチだよ。あれ、本当にびっくりした。あれ、練習してる、ちゃんと練習してる人のパンチだもん。前乗り？試合開始はね、19時。もしよかったらフォローしてね。解説枠やるから。解説枠が多分一番面白いよ。その捨て頃当日も面白いけど、次の日の、自分の部位を見ながら解説枠が一番盛り上がる。だからフォローしといてみんな。
そうなるといいんだけどね、モロヘイヤ太郎さん。本当はワドめちゃめちゃ強かったっていう。サイヤ人みたいな。クリリンのことかーつってね。あれそれ面白いけど、そうはいかないんだよね。そうはならないんだよ。残念ながら。まあ、まあね。怪我もいっぱいしちゃってるけど、しょうがない、それは。その中で何をやるのかだから。みんな怪我してるし。解説枠は俺も楽しみだね。早く解放されてまったりやりたいよ。ファイターでもねえのになんで格闘技やってんだ俺って。金梅さんがよく見えるのはミット持ってる人が上手いからって言ってたんですが、セブンさんよく、いや、あのね、ミットはこういう風に持ってた。ミットの位置なんだよ。あれ。で、軽く被せたりとかあのね。インパクトをここにパンって当てるの。そうするとしっかり残るの、手応えが。ちょっと遠目にして、こう、ちょっと合わせてあげるとかいろんな技があるんだけど、あれは動画用に撮ってて、本当はああいう練習しないのよ。こうやってやって、その動画用に、セブンさんパンチ力上がってるよって見せるから、こうやってるだけじゃん。だからミット持つのが上手いとか下手とかは関係ない。あれはもう、見せるためにやってる。うん。あれは普通に切れてるパンチだよ。あのフックもらったらやばいよ。全部で何試合だ ?8 試合。まず第1試合がキンバエセブン。第2試合が俺テルチャンピン。第3試合がズキティサトミ。第4試合がドレミヤビ。第5試合が、パルパルナーボーかな。で、第6試合が、ヒカル、セブン。で、第7試合が、ベンジョ、ポンスケかな。7試合か。で、あとは歌とかが入るね。モモナナ、カシ、なん、ヒイラギ。あと、ナーボー、シンヤチョか。そんな感じ。シェゴはアルコールダメだね。みんな自分に何かを言い聞かせるように配信してるな。いや、だから今日の枠すげえ楽しみしてたんだけど、あんまりみんな開かないから。いや、みんな、どんな感じの顔で配信してんのか、俺は見たかったんだけど。みんな現実逃避してるよね。俺も含めて。気を紛らわそうと必死だよね。第2回あるとすると、今回の勝敗関係なく格闘技やってる人から選ぶ。いや、ベノさんはそう言ってない。第2回をやるとしたら、もし今回の選手を選ぶとするなら、勝った方だけに権利があるって言った。負けた方は絶対選ばないって言った。で、勝った方の中でも出すかどうかはわかんないけど、とりあえず勝たないとダメだって。てかね、一番怪我が怖いのは俺、ズキティ・サトミの試合だと思うよ。練習してないし、力加減わかんないし、体重差がすごいから。あれ、大怪我する可能性があるのは俺、ズキティ・サトミだと思ってる。あ、言い直したんだ。おお、すげえ。あ、いえいえ、ポリーさん、花火10個ありがとう。ありがとうございます。いや、もちろん、殺される可能性があるんで殺しますよ。花火10発ありがとう。あそこの二人結構危ないと思う。台本やんないと。あ、ペニーさんでしたね。ペニーさん、花火10発ありがとう。マリアンいらっしゃい。妖怪ハゲ散らかし赤毛のよりめってもう一回言ってほしい。うるせえよ。誰が妖怪ハゲ散らかし赤毛のよりめだよ。やめとけ。力加減というのはリアルで打ってみないと。っていうよりも、多分みんなのイメージする強いパンチって、こんな体重のさ、バーンみたいな、もうヒョードルとかみたいな、こんなやつでしょ。あれは超、裏打ちされた技術の中でやってるからすごいの。要は、カーンってなってからこんなんやらないでしょ。まあ、やる人もいるんだけど、それ、奇襲でやるのよ。大体は、もうボディ打ったりとか、下に打ち分けておいて、意識を反らしてとか、組み立てて、最後もうボディを嫌がってる、ガードを下がったとこに入れるとか。だから入るのね。ミルコとかもなんでハイキックが当たるかって、ただ単発で打っても当たんないのよ。なんだっけな。パン、パン、こっからこう来るのよ。とか、いろんな技術があるから大技が決まるのよ。わかる?で、その力加減っていうよりも一番大事なのは、例えば、1トンのパンチですげえ遅いオーバーモーションの超怪力、花山薫みたいなのって当たる?こんなの。こうやって構えても逃げればいいじゃん。
当たんねえよそんなの。じゃなくて、だったら100キロしかないけれども一瞬ですげえスピードで不意打ちでファッてくるパンチの方がいいじゃん。これ100発当てた方がいいんだから、どっち選ぶって話なのよ。だからジャブがあるんだよ、ストレートがあるんだよ、コンパクトにガードを戻すんだよ、インパクトで打つんだよ、スピードスピードタイミングとか言うじゃん。パワーって効かなくない？パワーって効かなくない？そのミット持ってる時とか。どうよ。俺はだから当たるパンチが、当たらないパンチは意味ないと思ってるから。ミルコはパンチに気をそらして視界に入らないと。そうそうそう、だからこう言ってからこっから第2弾で来るんだよね。違うか、逆か、こう言ってこう来んのか、うん、頭使うというよりもね、そういうのは練習で染み込ませて作戦立てててトレーナーとか本人頭いいタイプもいるけど、試合で考えてるわけじゃないのよ。あの練習の何年も積み重ねていくんだよ。で試合当日は考えてないよあんまり。もう体に染み込んだの出してるだけ。もちろん組み立てぐらいはあるよ。最初はローを狙うとか最初はボディで行くとかぐらいはあるけど、そのよし俺はジャブを出そうえいとかやらないでしょ。その間に何発打たれるんだって話だから。うーん、相手はパンチが強いぞ、お頭を振らなきゃ、あガードが下がってるから上げようとか、そういう暇ないのよ。要は言語のスピードって遅いのね。いや、心の中で文字唱えてると遅いの。言語スピードって朗読スピードだから。だからそうじゃなくて反射で動いてもうこうやってリズミカルに体に染み込ませた動きの方が絶対いいのよ、うん、コンビネーションのセットはあるけど相手の出方見て考えるで、考える、うーん、考えるね、うん、そうなんですね、うん、バカ10個ありがとう。もちろんだから自分の中のパターンでどれを選ぶかだろうね。反射的に要は距離取ろうとか、うん、予測っていうかね、うん、経験則で俺は感じてやってるだけだと思うよ。考えてるっていうか、美容院行かない、俺はこれで行く。もう髪も染めたし、ちょっと髪の毛切りたかったけどね。ハート10個ありがとう、なつさん。バカ10個ありがとう。初コメありがとう、谷さん。あなたは相手の蹴りで沈みます。あなた、俺ね、谷さんね、実は俺、ボクシングルールでやりたかったの。本当のこと言うと。俺、キックボクシング嫌いなんですよ。ボクシングが大好きの。だから、本当はボクシングでやりたかったの。蹴りも自信ないし。でも、テルチャンピンが出した条件、出場条件がキックだったんですよ。蹴り技ありだったら俺は出るよっていう。だから俺が飲んだんですよ、それを。だから今考えると、もう次出るんだったら俺はボクシングで出る。蹴りなしで行こうかなとか思ってる。コンビネーションセットだけでやってると単調になるから相手に読まれるね。それは知ってるよ。うん、そう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 。まあそれそうだよね。まあ、パンチに自信あるタイプじゃないでしょ。そうそう、キックキック。だから蹴りが一番いいって言われてんのよ。見る？テルチャンピンの蹴り、改めて見てみようか。見ない？どうする？トークにするか、動画検証するか選んで。動画の人は動画。トークの人はトーク。どっちか選んでください、皆さん。多い方にします。テルチャンピンのキックを動画で解説するか、トークこのままするか。見たい。ワドー vs パルパルは俺の YouTube に上がってるよ。動画にする？トーク。動画がちょっと多いかな。わかります。見ないです、うん。トーク。動画。動画がちょっと多いから動画にしようか。動画にしよう。テルチャンピンの蹴りミットあったっけな？テルのミット打ちは何回目だ？テルのミット打ちは第2回かな。これ、ミット打ち終わってるな、多分。
残ってヒントです。はい、了解です。うん、YouTube 重てえな。またか？また？あ、また固まるパターンだ、これ。なんだろうな、なんで配信中にできなくなってんだろう。緑色になっちゃったよ。バグるんだよね、最近。いや、ドレさんは、あの、まあ、見たまんま強いよ。普通に。見たまんまだと思っていいよ。うん。普通に強い。あ、25年やってるってもう相当な格闘技フリークですよ。それで弱いわけがないよね。最近多いんだよね。何なんだろう。いや、見たまんまでしょ。あの体で弱いわけがないんだから、どう考えても。タバコをやめられないのはニコチン依存症。うるせえよ。うん。なんだろう、広告のあれなのかな。ちょっとよくわかんないんだよこれ。25年って相当な年月だからね。これテルいたっけな。ミッドウチ、あ、やってるな。行こうか。そう、まだちょっと流れてる。広告の量最近増えてきたね、 YouTube 復活してきたよ、売り上げ。あれ、これテル遅れてきたんだっけ。じゃあこの日テルいねえんだ。これじゃダメだ。第1回だ。ごめん、間違えた。第1回だから、こっちだ。タバコをやめられないのは、うるせえな。2回目はさすがにイラッとするわ。なんか腹立つね。なんかいいやつオーラを出してくるのがちょっと腹立つよね。早いな、ワンツー。うん、いや、会長普通に強いからね。一番格好なし。いや、会長 VS 辰彦はやってない。やってない。あれ、ミット打ちいつからだっけ。この辺からか。いや、普通に技術力高いよ、会長。窓から。実況もしてきたね。どうこう。時間ないんで自己紹介。あ、また固まった。なんなんだこれ本当に。固まったな。あー、フリーズ。放送は見えてんのかな。何なんだろうマジでこれ。全然意味わかんねえな。何なんだこれ。なんかソフトがぶつかってんのかな。最近これめちゃめちゃ。おい、グーグーグー返せ。多分ね、俺の予想ね、あのマカフィーなんだよね。マカフィーが原因なんだよね。足が熱い。まあパンチはダメだよねやっぱり。タチフコは配信者だよ。会長は金梅さんのセコンド。なんで止まるんだよ。なんで止まるんだよ。あー、うぜえな。あー、また固まった。なんだ YouTube。 ていうか俺なんだっけ、ウイルスソフト大嫌いなんだよね。ウイルスソフト入れない方がウイルスかかんないんだもん。あ、知ってる？みんな、ウイルスソフトって入れない方がいいんだよ。パソコンのウイルスソフトを入れてる方がウイルスの発生率高いの。要はね、多分ね、ウイルスソフトの会社がね、開発して裏でやってるぜ、これ。
出来レースだよ。毎回そうだもん。ウイルスソフト入れるとバグるの。俺の迷信なんだけど、これは。ああ、止まる、広告のせいっていうかね、ウイルスソフトを更新したあたりからね、おかしくなったから。マジでいらねえ。あ、やばい、放送落ちるかも。見えてる？あー、バグった。コメント、見えてる？あー、俺の方コメント見えてない。会長と立ち彦って配信者で止まってるから、これ多分放送落ちます、一回。枠開き直しますね。多分俺の音声、そっち側に行ってるはずなんで。マジか。あ、やっぱり、こっち、携帯で今見てるけど、見えてない。最悪。最悪。いや、コメント OK、音声 OK って言ってるでしょ？パソコンの方だと止まってる。パソコンの方だと止まってんのよ。あ、ダメだ。こう、あーもう動かない、ブラウザ。あかん。枠閉じますね、一回。一回枠閉じて、やるんで。OK ですか？一回枠閉じます。すいません。もう一回開き直すんで、また来てください。すぐ。一回落ちる。うん、枠開き直します。ん？放送見えてんのか？どうなんだ？放送見えてるかな。タバコをやめられないのはニコチン依存症の可能。こっちは戻ったけど、こっちがダメか。一回枠落ちます。すいません。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。やめて。